皆さんこんにちは。今日は岐阜駅に来ています。皆さんは空港へのアクセスっていつが一番混むと思いますでしょうか。まあやっぱり混むって言ったら飛行機がたくさん出る午前中、まあ電車と同じでしょうか、朝ラッシュだったりとか、あとは夕方のラッシュが混むってイメージがあると思います。今実は間もなく21時になろうとしている、よいしょ、時計が出てこない、21時になろうとしていまして、まあ、この時間から空港に行かれる方、もちろん24時間飛んでいる羽田空港とか関空とかだったら若干名いらっしゃるかもしれませんが、基本的に国内線は夜中飛んでいないんで、やっぱり空港に行く方っていうのは少なく、そんな空港へのアクセスを目指した目的とした列車っていうのは基本的にはガラガラなイメージがあると思います。しかしなんと本日というか期間限定なんですが、なぜか空港行きの特急がこの夜なのにもかかわらず一部の区画が全部バツになっているという特別な列車が走るそうです。ちょっと意味がわかりませんね。本当だったらガラガラのはずの空港特急、なぜか一区画だけバツバツマークという、ちょっと世にも奇妙な深夜の空港特急を今回はこの岐阜から空港まで乗り通してみたいと思います。一体その正体は何なんでしょうか。では今回もよろしくお願いいたします。というわけで早速名鉄岐阜駅にやってまいりました。まあ、岐阜駅この時間帯、結構空いていますね。で今回の主役となる列車なんですが、こちらのこの名鉄岐阜発の21時2分発の中部国際空港行きです。中部空港セントレアに向かっていく列車で、この21時に出ていく列車が今回の主役となっております。セントレアっていうのも24時間飛ぶことができる空港になっておりますから、一応深夜でもある程度の需要があるとは思うんですが、あってもね、やっぱり普通はこの名古屋に向かっていく方向だけなんじゃないかなって気がするんですが、はてさて、じゃあちょっとここで改めて少しね時間が違った時に撮った動画を見ていただきたいと思います。では早速少し場所を移してはいますが、なぜか満席になっている、一区画だけが満席になっていて他はガラガラ状態だよっていう、そんな特別車の販売状況を名鉄のこの券売機で確認をしてみたいと思います。はい、ということで特別車両券ミューチケット、この青い券売機だと最近は座席表で購入を実はできるようになっておりまして、今回は名鉄岐阜ですから、名鉄岐阜からちょっとね早めのタイミングで行きましょうか。名鉄岐阜検索で名鉄岐阜からセントリア中部国際空港にしてみると、例えばこんな感じでどの列車も基本的に、中部国際空港行きって書いてあって、ミュースカイとかっていうのが一部あるんですが、例えば適当に19時32分とかっていうのを選ぶと、座席の状況ってこんな感じになっていて、ちょこちょこね、売れてるかなってぐらいなんですけど、基本は結構ガラガラなのがこんな列車の印象になっていると思います。例えばこれがミュースカイになってもお話は同じで、例えばミュースカイとかね、こんな感じで8両をつなげてますけど、結構ガラガラになっていて、特にこれ6号車とかって、ここが多分ね、車掌さんが持ってる席だと思うんで、ほとんど空いてるよっていうのが分かると思います。ただ何を隠そうじゃないんですが、このように1番からこの5番って基本的にどの列車でも予約できるよっていうのが分かると思います。こんな感じで1号車っていうのはどの列車も1番からっていう感じなんですよね。はい、こんな感じで1番から5番はどの列車も予約できるよっていう状況になっているんですけど、こんな感じでちょっとね特急のラインナップを見ていただいて、後ろの方に乗り継ぎとかちょっとまたこれ話しちゃうとややこしくなるんであれなんですが、白だけをね注目していただくと普通にミュースカイとか特急とかっていう風にあるんですが、これ9時2分だけなんかね、これセントレアまで行くんですけど赤字で文字がついていて、例えばこれを選択して座席表から選ぶと1号車2号車が特別車っていうのはさっき見た列車と同じなんですが、これ見てください、なぜかね1から5だけは満席になっていて、これ買えないんですよね。2号車は普通に、このように買えるようになっていて、1号車も6から後ろは正直これガラガラですよ。他の列車と同じくでガラガラになってるんですが、なぜかここだけは全部埋まっていて、なぜかちょっと展望席という謎の素敵な文言がついているというちょっと不思議なお話になっております。
いや、空港にこの赤文字普段つきませんし、何やらおかしい。というわけで、じゃあ早速名鉄岐阜、次はこの列車の搭乗を見てみたいと思います。では早速切符を買って中に入ってまいりました。まずさっき見ていただいたように前側の方の席っていうのはバツバツマークだったんで、まあ、実はあの席をどうするんだって話はもうね、駅の方にお話をさせていただいて、あの車掌さんとお話をしてゲットしてねっていう、お、じゃあ満席じゃないのかっていう話は電車が来てからにいたしましょう。でもって今回一応取った座席がこちらセントレアまでで1号車 13D っていう座席を押さえました。で、実はね、普段の列車だと 11D までしかないんで、このね13っていうマークが出てるのっていうのは実は結構珍しくなっております。そして電車がちょうど今左手側に入ってまいりました。これよく空港に行くタイプの列車ですよね。ちょうどいい感じの、今回21時2分ですからいい感じに折り返せそうな時間帯の列車なんですが、なんとこちらの列車は回送列車になってしまいました。いや、普段だったらこれが行くはずなんですが回送なんですね。おかしいですね。で、よくよくこれ見ていただくと座席が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ってことなんで、これ13番の座席なんてないよねっていうのがこれでわかると思います。で、今ちょうど中部国際空港行きってアナウンスが流れましたね。ちょうど奥から電車が入ってまいりました。あ、回送って書いてありますね。なんかちょっと車両が違いますね。特別車は1号車2号車と、ふむふむ。で、やっぱり違いますね。さあ一体、あ、ちょうど方向幕がぐるぐるとこう回り出しましたが、さあ一体この列車は何なんでしょうか。早速方向幕を見ていただきましょう。そして車両、セントレア中部国際空港と書かれてますが、そうこれなんですよ。展望車付き、つまりはパノラマスーパーでございます。パノラマスーパーがなんとこの時間にセントレアまで行くということなんですね。後ろ側の方はたくさんの方がこのように乗られていますが、先頭車の方っていうのは全然人が乗っていないというものになっております。まずは出発までよいしょあと何分だ、3分ぐらいですから車内の方に入っていきましょうか。なんか違うかと思いきやちゃんと中部国際空港行きって言ってますね。で、このように展望車が確かについていて、さっき皆さんに見ていただいたように前罰になっていた区画っていうのは確かにこの5列分展望室になってるってわけですね。まあ、しかしながら駅の方にお話もしましたので、まずはここ乗らせていただきたいと思います。おお、雨は降っていますが、これは素晴らしい眺望ですね。パノラマスーパーですよ。いや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 、確かに方向幕も特急中部国際空港行きって書いてありますね。確かに空港行きだ。いや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 、というわけで、まあ、とりあえず入りました。大丈夫かと思って前の方にも見てきましたが、確かに展望車パノラマスーパーの車両で、今は前側に行き先がついていますが、特急の中部国際空港、空港マークもしっかりとつけられております。ということで、どうやら間違いなくこの車両が空港行き、それもパノラマスーパーというのが分かりました。いやー、すごいな。では9時2分、21時2分、展望車をつけた折り戸の列車がドアを閉めて、いよいよこちら名鉄岐阜を出発していきます。それではまずはね、最初のアナウンス等も見ながら、そしてまあ実は空港パノラマスーパーっていうのは時折見ることができる列車にはなっている。おお。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車、特急中部国際空港行きです。この先、笠松、新木曽川、一宮、高宮、名古屋、金山、神宮前、太田川の順に止まります。
1号車、2号車は、はい、ということで今アナウンスが流れて岐阜駅ならではの、お、雨でね、ほんとすごい今日は見にくくて、なかなか日にち的には良くない日を選んでしまった感はあるんですが、ちょうど反対側に今来てるのが、これがニュースカイですね。ニュースカイがちょうど今こちらに入ってきたよっていう感じになっているわけなんですが、まあ、展望車で岐阜駅の単線なんていうのも見ることができました。で、まあ、普段だったらですね、まあ、空港にこの列車が行くってなると、めちゃくちゃ大混雑をいたしまして、もうね、特別車なんて手に入るのがもうめちゃくちゃ大変で、5時半に起きてネットで撮らないとっていうような状況になっているんですが、じゃあさてなんで今日この列車がこんな風に入ったんだって話をさせていただくと、名鉄の列車、もちろん日本全国電車っていうのはそれぞれですね、まあ検査っていうまあ周期があって、まあ、そんな検査周期に合わせて、まあ列車がね、こう前切ってとこがあるんですけど、まあそこでお休みしてまた出てくるみたいな、そんな形になっていて、要は普段だったらこの列車っていうのは空港には行きません。今からお話をするような理由で空港には行かないようになっているんですが、お、はい、という具合に今ね、空港だよなんて話もしていただいたわけなんですが、まあ、普段はですね、まあ、空港なんていうのは基本的に、まあ、後ほどに話をする理由で行かないんですけれども、まあ、そういったね、ダイソーっていう感じで急遽設定をされることがあります。で、まあ、多分ね、今日なぜここがねないのかっていうのについては、まあ、ちょっとね、もうさっき後ほど空港に行かない理由と含めてご紹介をしたいわけなんですが、まあ、そういった具合に突然設定される列車となっていますから、まあ、急遽ってことであんまりね、知ってる人も少ないよっていうのと、まあ、天気とかにもよるとは思うんですが、ということでね、なかなか混雑をしないよっていうのがこのパノラマスーパーの、まあ、今回のこの空港行き、そしてバッテンマークになっている正体になっています。まあ、まだ混雑しない間に、そして列車、まあ、ちょうどね、景色がっていうのと、途中太田川まではパノラマスーパーも入っていくような場所になっていますから、まあ、なんでね、この列車がそもそも空港に入らないんだっていうことについてお話をしていきたいと思います。まず一つ、景色はめっちゃいいんですけど、パノラマスーパーって、まあ空港に行くために必要なものが、まずこの展望車にはないんですね。まあどういうことかっていうと、これ、まあ景色めっちゃいいんですけど、上側に荷物棚ってないですよね。これ荷物棚がないので、じゃあキャリーケースを持ってる人はどうすんだって話になると思うんですけど、キャリーケースを持ってる人っていうのは、こんな感じで前に置く、もしくは通路、いや通路は迷惑になっちゃうと、やっぱりまあここに置くしかないと。そうすると、まあちょっとね、うん、やっぱり狭いよねってことで、特に隣とか人がいたらめちゃくちゃ混雑しちゃうんで、そういうのもあって、まずこのね、荷物棚がないっていうのが一つ、この列車がまあ空港方面に行かないよっていう、まあそんな理由になっていると。で、そして一番前はこんな感じでちょっとしたテーブルがついてはいるんですが、この2列目以降ですね、2列目以降っていうのはこのように背面テーブルとかっていうのはついてないよっていう感じになっていますので、やっぱりこれも空港に行くにあたってはちょっと設備的にはね、まだまだかなっていう感じになっていますよね。そして何よりはこれです、階段、この階段ですね。今全国、まあ、列車として結構階段がついてる列車、例えばスーパービュー踊り子とかっていうのも含めて階段がついてる列車って、まあ、軒並みですね、まあ、廃止している傾向にあります。まあ、というのもやっぱりバリアフリーとかの観点っていうのを考えた時に、まあ、これがね、非常に厳しいってことで、まあ、いつこの列車もなくなるかは分かんないようなものになっています。でもって例えば電車ってこう走り続けますから、キャリーケースとか空港に行く方って持ってると思うんですけど、ここ1、2、3、4段上がっている途中に、まあ、ズテンと言ってしまったら危険だよねっていうことも含めて、空港方面には実はこの列車は特に行けないよって話になっています。で、まあ、これも含めて多分、展望車のところを売ってない、つまりは海外の方とかっていうのが間違ってこの座席を買わないようにってことで、まあ、発売を停止させている、まあ、つまり満席マークになっているっていう理由なんじゃないかなと思われます。ほんでもって次がこれ一般車じゃないですね、展望じゃない側のこれ座席になってるんですけど、これも実はですね、空港に不向きな理由があって、皆さんは気づきましたか？はい、まずこれです。座席は実はこれリニューアルしたんで背面テーブルがつくようになったんですが、これ見てください、
さっきちょっとだけご紹介をしましたというかね、今からじゃあ次ご紹介しましょうか。ミュースカイと少し比較していただきたいんですが、2号車に荷物置き場があるだけですね。それも2箇所だけ。1号車は荷物置き場がないよってことで、キャリーケース置き場っていうのがありません。そしてもし上側、確かにこの展望車以外はこのように網棚というか荷物を置ける場所っていうのが用意はされているんですが、これがちょっとね、あの狭いというかデザイン性を重視しているので、この隙間とかができちゃっております。つまり荷物とか例えばここに置いちゃうと、こうズデンとこう落ちやすいみたいな、そんな状況になっているので、これも空港に実は向かない理由になっているわけですね。はい。なのでまあ段差がなかったとて向いてないよっていうのはこういったお話になっていると。でさっきお話ししましたが、普通だったらこれ、ね、11番までしかないんですけど、11番から先の12番、13番、14番っていうのもこのように今回のパノラマスーパーでは用意をされているということになっているわけです。でじゃあってことで、荷物置き場はどこでどういう風にあるんだっていうのを皆さんによいしょ見ていただくとしますと、こんな感じです。実はね、すごいこう簡易的なというか、後からつけたよっていう感じになっていまして、どうでしょう、一応これだけですね、2箇所だけ、この下側とこの上側っていうのを使って荷物を置いてねっていうのが、この左と右側のみに置かれております。なのでまあミュースカイで言うと、車内の本当に4分の要は4両あったとしたら、4分の1の本当半分の半分みたいな感じで、非常にこれ荷物置き場っていうのが少なくなっています。まあギミック自体はあんまり大きくは変わんないんですが、でもやっぱりちょっと少なすぎる感じはありますよね。まあ作りは同じなんですけど、置ける荷物の数も少ないよってことも含めて、なかなか厳しいよねっていうのがこちらの列車になっています。やっぱね、こんな感じで車椅子用の場所っていうのは、これはもうどちらも用意をされていますから、そこについてはあんまり気にならないかなっていうポイントにはなっています。あとただトイレなんですけど、トイレっていうのはこの列車につきましては、あのもう一つのね、2200系さっきね改装になっていた列車は男性商用のトイレもあるんですが、こっちの列車はリニューアルで様式に変わったものの、男性商用トイレっていうのは実はありません。なのでトイレの数がちょっと少ないっていうのも、まあ、実は今回の列車の、まあ、ちょっとマイナスポイントなのかなっていう感じになっています。もうね、展望めっちゃいいんですけど、実はいろんな理由でちょっとね弱いんだよっていうのはここにあるわけですね。まあ、この先の一般車については、それでもですね、実はちょっとまあ違いというかは、セントレアに着いた時に一般車の話はしましょうか思ったんですが、セントレアに着いてからいつこの列車が戻っていくかよくわかんないのと、社長さんがねそこにまだいらしてなかったんで一般車の話をさせていただくと、まあ、こんな感じでこの先が一般車っていう風になっているんですが、一般車の座席わかりますか、こんな感じになっていて、すべてね実はクロスシートになっています。まあ、優先席もう本当に車内の端っこの一部だけが、あのなんだ、折りたたみの新快速みたいなものと、あとはね若干の、ロングシートになってるんですが、それ以外は全てクロスシートになっていて、キャリーケースとかっていうのを置くのが非常に難しくなっています。これもまたね空港に向いていない理由なんですね。まあ、このように網棚とかっていうのはしっかりと用意はされていて、クロスシートですから非常にあの快適性っていう意味ではあのいいかなっていう感じにはなっているんですが、通路とかっていうのも含めて、店員とか海外に行くかなっていうのを含めた時に、やっぱり空港に行くにはちょっと不利だねってことで、これもまた一つの理由になって空港に行かないよっていうものになっております。はい。まあ、そんなわけでね、景色というか車内で空港に適さない理由なんていう話をしていたら、知らないうちに一宮までもう入ってきておりました。まあでもね、やっぱりこの展望がいいんですけどね。いやでもなかなかこれがっていうことで、まあそもそもこの時間帯、ね、一宮までで、あの、ミューシートじゃないな、あの、指定席使ってる方すらそもそもいないっていうのも、なかなかあれなんですけど、まあこういったことが理由で、じゃないんですが、要は空港に適さない列車なんですけど、まあ空港にね、その要は適さない時間でもいい時に、今回のようにパノラマスーパーをまあ代走させることができたりとか、あとは時折ゴールデンウィークとかでやってるっていうのは、海外向けっていうよりはもう観光向けにしてしまって、本当に中部国際空港セントレアに行きたい人が少ない時に、まあ、このようにね、あのまあ、観光であればさすがに今回皆さんにお話ししたような不利なポイントっていうのもあまり気にならないよねってことで設定できるってことで、実は運転しているっていうのが今回のパノラマスーパーになっています。多分ね、今の列車っていうかこの列車もさっきね、左側であの2200系っていう普段の空港の車両と、まあ、くるっとね変わっていたわけなんですが、本当に夜だけちょこっとだけダイソーでお手伝いするよっていうぐらいに留められているっていうのも、まあ、とにかくいろんなねやりくりの結果なのかなっていうふうには思います。
ちなみにこれがミュースカイ、普段空港に入っていく列車の車内になっているんですが、さっきよりもこのように広い荷物置き場が各車両4箇所もついております。まあ、そんだけついてたら全然違うよねっていう感じで、2両分だったら8箇所、いや、車椅子なんで7箇所ですね。で、まあ、なので、まあ、結局4両分だったらそれがまあ15、14箇所ぐらいあるということなんで、まあ、荷物の置き場が全然違う。そして網棚っていうのも少しやっぱり空間が広くなっていて、おまけに少しえぐれている部分っていうのもやっぱりありませんから、こういったのも含めて、まあ、かなりね空港に適しているっていうのがわかると思います。さらに言えば段差もないですからね。まあ、こういうのも含めて確かに適す適さないっていうのはあるのかなっていうのを比較しちゃうとわかりますよね。この列車はですね、途中名古屋方面に向かっておりますが、こんな感じで古いよとかね、展望だよとか言いつつも、このように120キロしっかりと出せるようになっていますから、めちゃくちゃ速い速度で、今はこれ大里駅かなを通過するよってことで、がっつりで速度を出していきます。この窓に当たってくる感じがやっぱ速度感ありますよね。いや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 、まあ、なかなかね展望でちょっとねもったいない日になったのかなって感じはしますが、しかし逆に言えばこういう天気だからこそ独占できてるのかなっていう感じもするわけなんですが、いやーでもやっぱりね展望はいいっすよね。で、今ちょうど神宮宮を出たところで乗務員さんがいらっしゃいまして、今回のこのミューチケットを提示しまして、一応ねミューチケット持ってるよっていうことをお話しさせていただくとともに、こちらの展望席に座るっていうご許可をいただきましたので、ある意味ね安心してこの先も名鉄のねこの展望車で空港方面に行けるということになりました。で、そんなこんなでお話をしていましたら、列車はいよいよ佐向までやってきました。ちょうど右手側同じくパノラマスーパーがお休みをしていましたが、ここで JR 線と並走をするような区間となっています。今ね電車が止まっていましたが、名鉄は名古屋駅がスルーする構造になっているので、金山駅と佐向駅を使って列車をね改装したりとか、名古屋駅止まりとかっていうのをうまく調整してるよっていう事情になっております。お、こんな感じでもうね知らないうちにじゃないんですが、終わり横須賀とかっていう具合に太田川から先のもうね駅についてもこのように出るようになりました。多分名古屋とかを出るとまた駅名の案内とかがあると思うんで、改めて皆さんにはそちらについて聞いていただこうかなと思います。お、新幹線と並走をしましたね。というわけでここからは地下に入って、いよいよ名古屋の大ターミナル名古屋駅です。はい、というわけで名古屋駅へと入ってまいります。まあ、名古屋駅はですね、まあ、必ず警笛を鳴らして入っていくっていうのが、まあ、一つね名古屋駅のまあなんて言ったらいいんですかね、こうカーブになっていたりとかっていうのも含めて、うん、という感じですね。中部国際空港行きですよっていう風にしっかりと流れまして、まあ、豊橋方面には行かないっていうのは、まあ、多分この後流れるとは思うんですが、展望車ですからね、普段とは全く違うアナウンスで、いよいよ名古屋駅までやってまいりました。おやおやって方は正直あんまりいないですね。こんな感じで名古屋駅からはお客さんが乗ってきました。特別車正直ガラガラだったんですが、名古屋からは数人特別車の方に乗ってこられていまして、多分これはね普通にも予約をして、普段通りその空港に行くっていうよりは常滑方面に行くぞっていう方のためだと思うんですけど、が乗ってきたっていう感じになりまして、ようやくねちょっとね雰囲気が変わってきたっていう感じですね。ちょっと止まるだけで結構水はけ良くて、目の前が結構綺麗に見えましたね。名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車、特急中部国際空港行きです。停車駅は金山、神宮前、太田川、尾張横須賀、朝倉、新舞子、常滑です。はい、という具合に改めて駅名が出てまいりまして、もう常滑、つまりはほぼ最終の駅まで入ってきたということで、改めてね展望車なんですけど空港に行くというのが分かりました。名古屋本線ご利用のお客様は次の金山または神宮前でお乗り換えです。この見間違いないようご注意ください。この電車は特急中部国際空港行きです。This train is bound for Central Japan International Airport.
という感じで金山駅を前にしてアナウンスで、この列車はセントレアですから豊橋方面には行かないよっていう追加のアナウンスが入ってきました。まあ、普段だとこれは逆方向というか、花山スーパーの豊橋行きでセントレアに行きませんよみたいなのをよく僕は聞きますし、逆に普段のミュースカイとかで、まあ、もうすぐね、あの空港豊橋方面に行きませんよなんていうのを聞くんですが、今日はなんか矛盾しているような感じの放送になったということです。ということで、普段だったら基本的には左手側のホーム、豊橋方面に行くときは一番左手側に金山駅で入ってくるんですが、今日はまあここはね、一応太田川の宇都宮とか港湾に行くときも一応入ってくるっちゃ来るんですけど、真ん中の方に入ってくるぞということで、真ん中からセントレア駅ということで金山駅へと入ってまいりました。ドアが開きます、ご注意ください。ドアが開きます、ご注意ください。こんな感じで、普段6両編成の列車っていうのはこのように一番前とかね、2200系って言われる展望車がない列車だったら前側にももちろん扉がついているので、ここに表記が出るはずなんですが、今回の列車はこちらには表記は出ませんでした。っていうのもやっぱりドアの位置っていうのが展望がある分ちょっとね、いびつになっているよっていうのもあるので、表記が違うっていうのも今回の、まあ、セントレアなのにそこがつかないっていうのがちょっと珍しいポイントになっているわけですね。ちなみにあのこんな感じでフリーWi-Fi は一応ついてます、まあ、ちょっとねバリアフリー的なって話はさっきしましたが、フリー Wi-Fi についてはこの列車もついています。ただしこれあのデッキっていうのがねないんですよね、こんな感じでデッキがないんで、それもちょっとね寒いかなって感じかもしれません。名古屋本線には参りません。名古屋本線ご利用のお客様は次の神宮前でお乗り換えです。乗りは4番線でお待ちください。はい、ということで今もね改めてまた金山を出て、もう神宮前が最後のチャンスになりますから、豊橋方面の名古屋本線の方は乗り換えですっていう風にしっかりとアナウンスが流れてまいりました。豊橋方面名古屋本線は乗り換えです。この電車は東急西部国際空港行きです。神宮前の次は常滑線の大手川に止まります。はい、ということでもう一回神宮前でもアナウンスが入りまして、いよいよこちらの神宮前に到着となりました。中部国際空港に行ってしまうから気をつけてねっていう話になります。でここから先は中部国際空港方面の常滑線に入るとともに、乗務員さんがこちらで交代となります。ここまで岐阜から運転をされてきた方と交代をして、ここからはね空港まで別の方で案内をしていくってことになります。そしてここまでチャイムを聞いていただいていると思いますが、英語でご案内になるとこの車両は特別なので、パノラマスーパーリミテッドエクスプレスっていうようにしっかりと流れるようになります。それと特急中部国際空港行きの組み合わせとなっていて、今回はまあ特別な運転というかダイソーという形で運転をしているんですが、それでもしっかりとパノラマスーパーと出るようになっています。またチャイムっていうのもしっかり空港に向かう場合は空港用のチャイムが流れているというものになっています。まあそういうわけで、そしてこの神宮前を出まして、いよいよ常滑線へと列車は進み出しました。常滑です。そして今はちょうど列車は大江駅付近を走っています。まあ、神宮前で乗務員さんが交代をしまして、もう一回ですね、なんかアナウンスが一瞬入って止まりましたね。あの乗務員さんがお越しになられたわけなんですが、端末の方にですね、僕が座ってるよっていう旨がどうやらね入っているみたいなので、あどうぞどうぞっていう感じで改めてお話をいただきました。多分あれですね、タブレットの方から改めてセントレアに行くよっていう風にも流れてきました。さて列車は高架に上がってまいりました。高架に上がってくるといよいよ太田川です。今放送が終わり横須賀と流れてまいりましたが、この先終わり横須賀には普段はパノラマスーパーは行きません。こっからいよいよ宇都宮方面の列車と分かれていくわけなんですが、かなり貴重な光景、ちょうどこの分岐からと言ってもいいかもしれませんが、といっても天気が悪すぎてあれかもしれませんが、こっから先がいよいよ、まあ、パノラマスーパーが普段空港入っていかない側の景色となっております。ではいよいよ列車は太田川を出発しました。普段はこの左手側の方に移動をしていくのがこのパノラマスーパーと展望の景色となっています。
しかし今日はアナウンスにも流れてはいますが、常滑線方面へと入っていきますので、こちら右手側の常滑線へと入っていきました。まあ、なかなか雨で前側の方をよく見ることはできないと思います。まあそもそもにあの臨時列車として時折ここを走ることはあるわけなんですが、臨時列車は基本的に日中展望を楽しんでいただくために日中運転をします。なので逆に言えば夜この展望で空港方面に行くっていうのはかなり珍しいのではないでしょうか。そんな話をしつつ、列車はまず最初に尾張横須賀駅にやってまいりました。尾張横須賀にまず最初停車となります。まあ停車駅等々と、あとは景色等々を合わせながら、ここから空港方面へと行きたいと思います。でまあ全部ねちゃんとアナウンス流れるよっていうのと、速度もしっかり100キロ台ということで出してます。まあ空港線内っていうかね、常滑線内はそこそこ特急速度出せるよっていうのと、あとはあの普段の特急の車両とこのパナラマスーパーで別にあの速度が変わるわけではありません。振り子車両と振り子車両じゃないみたいな、10分変わるぞみたいな、ただ列車が古いだけでそんなにあの大きく変わるわけではありませんので、普通に走ってるところっていうのはがっつりと走るよっていう感じになっています。というわけで列車は朝倉にやってきました。知多の、市役所とかがあったのかなの朝倉ですね。はい、僕も昔陸上競技でなんかあのここら辺でマラソンなんていうのを、いや駅伝かやったこともあるような、知多の駅伝だったかな、なんかそんな駅伝もあったような気がするんですが、それがあった、朝倉に続いてやってまいりました。で朝倉を出ると次は新舞子ということで、いよいよですねまた海の方に近づいてくるような駅、新舞子の方へとやってまいります。このように英語でもしっかりとパナラマスーパーで、普段だとここニュースとかが流れているんですが、今日はね特にニュースは流れずに、ずっとあの次の駅みたいなのが流れっぱなしになっていました。もしかしたらあれ、最近って新幹線同じく名鉄もニュースは流さないんでしたっけ。ちょっとごめんなさい、その情報がアップデートされてないんでちょっと大変申し訳ないんですが、駅の、ね、次の駅はどこどこっていうのと速度計のみが出ていて、基本的にあとはそれ以外は出てないよって感じになっております。でこの新舞子なんですが、ちょっとですね今回パナラマスーパーということで停止位置を皆さんに見ていただきたいと思います。どういうことかっていうと、右側入ってきた列車とこの列車って運転士さんが見てる角度が違います。普通は左下ホームの下にある棒みたいなのを見ながら停止位置を決めていくんですが、パノラマスーパーの場合は若干そのさっきの金山じゃないんですが、ま、場所が違うよってことで、左側に特別にPS6、PS8 っていうような停止位置っていうのが設けられています。まあそもそも運転士さんの見る角度が下だよねっていうのもあると思うんですが、こんな感じで PS っていう特別なパナラマスーパー用の停止位置に止まってるよっていうのを新舞子ではご紹介できました。反対側の普段の空港特急と比べると、やっぱりかなり目線が高いねっていうのが、これでもよく見ていただけるんじゃないかなと思います。そして列車このようにですね、さっきもお話ししましたが100キロ以上の速度でとにかく遅れを取ってはいけませんから、普段通りのというかね、雨の中でも全力で走りながらいよいよ常滑へと入ってまいります。あ、ちなみにミュースカイっていう車両を使った場合、途中神宮前までは車体傾斜って呼ばれるちょっと特殊な装置を使って速く走れるようになっています。そのため、まあ、停車駅の数も違うんですが、普通の特急列車とニュースカイってそのちょっとねシステムが違ってるんで、そこをなかなか普通の特急列車が代走するっていうのは難しいんですが、ていうかねそれだけで10分ぐらい時間が実は違うんですが、このパナラマスーパーとさっきの横にいた2200系って言われる普通の特急っていうのは大きくは変わってないので、まあ、そのまま走れるよっていう感じになっています。というわけでね、列車は常滑駅にやってまいりました。いよいよ中部国際空港の1個手前、常滑駅です。結局ね、なんか展望ようやくねこの辺になってというかね、あのさっき大田川でこの列車を撮ってる方はいましたが、他ではねほとんどなんかパナラマスーパー親っていう方はいらっしゃらなかったんで、まあ気づかずに通過していくというか、車両はあんまりね電車が好きな方以外は興味がないのかななんていう雰囲気にも映りました。で常滑ではこのように後ろ側の一般車じゃないですね、普通の平屋の座席に乗ってる方がほとんど降りて行かれました。なのでやっぱり通勤需要っていう感じになっていたのがわかると思います。またこのようにかなり多くの方が改札の方に向かわれていましたので、こういうのを見ると一般車側やっぱり相当に混雑していたんだねっていうのがよくわかるのではないでしょうか。と同時にこの夜になかなか空港に行きたい方ってやっぱりなかなかいないみたいですね。
で、常滑を出ると次は終点セントレア中部国際空港っていう風に出るわけなんですが、普段の列車ですと、この常滑を出ると、で、あの、ミュースカイだろうが、ミュースカイじゃなかろうが、あの、こんな感じ。てててて、てれててて、てれててて、みたいな感じの音楽が流れるとともに、あの、車内の広告のところで、なんかあの、空港の海国際線の持ち込みみたいな感じで、なんか液体が100ミリリッパー未満は、みたいな感じで出てくるんですが、今回の列車っていうのは、まあ、そういったところっていうのは、まあ、普段入ってこないっていうのもあって、対応しないよってことで、あの、サックスの、なんでビッグサンセットっていうのかなっていう音楽っていうのは流れないよ。今ちょうどこれリンク常滑を通過していますが、流れないよっていうのと、あとはこうディスプレイ上になっていない、あくまで元々は3色 LED だったのをフルカラーの、まあ、一段式みたいな感じにしてるんで、ここでは特に空港の案内っていうのは流れずに、そのまま中部国際空港に入っていくという感じになっています。まあそういうのでもやっぱり空港には普段行かないんだよっていうのと、まあなかなか空港に向いてないのかななんていうのもちょっとわかるんじゃないかなと思います。でも最後までこんな感じでパノラマスーパー、そして110キロ出してますね、空港船内。まあこの辺は結構海になっていますから、かなり飛ばせるよって感じになっているんですが、右側の知多半島道路と並走するような形で、いよいよ列車は終点の中部国際空港へと入ってまいります。まあね、普段のイベントとかでもね、乗ったことあるよって方はいらっしゃると思うんですが、夜の正面に見えている管制塔ですね、中部国際空港の管制塔が見えてまいりました。まもなく終点中部国際空港に到着します。お忘れ物のないようお支度ください。はい、というわけでアナウンスも最後、中部国際空港に到着しますというアナウンスが流れてまいりました。横側に飛行機はちょっとね、今は雨でなかなか見えませんでしたが、いよいよ中部国際空港駅に入ってきます。で、まあゴールデンウィークとか夏休みとかに走っているイベントのパノラマスーパーですと、もうこの辺からあのミュージックホーン、まあ僕も大好きなやつが流れまくって入ってくるんですが、まあ時間も去ることながらっていうのもあって、まあ時間も去ることながら、まあ時間が一番の要因だと思うんですが、あとはまあね、あのイベントじゃないよってこともあって、そういった特にミュージックホーンとかはなくって、静かに中部国際空港へと入ってきます。で、帰りは見ていただくと、めちゃくちゃ多くの方がこの列車を待っています。で、どの方もやっぱり大きめのキャリーケースを持っていらっしゃるので、これがある意味空港アクセスとして、本当の意味で、まあ、イベント列車とは違うので、今から活躍していくっていうのを見ることができます。まあじゃあそういった時にどういう風にこの列車が働いていくのかっていうのは、この列車で降りた時に皆さんにはご紹介をさせていただきたいと思いますが、3番線に到着ということで、これにてパノラマスーパーの空港までの旅が終了をしてまいります。はい、というわけで終点の中部国際空港にやってまいりました。ではね、列車を降りていきます。ありがとうございました。はい、どうも。いや、展望車を使ってセントレアまでやってきましたね。いやということでですね、展望、いや、なかなか景色が良かったんですが、まあ、最終的にここを中部国際空港まで、まあ、人が来るよっていうのはなかったので、非常にねこうゆったりとここまで乗車をしてくることができました。で、そしてこの列車の折り返しは特急の新鵜沼行きということなんで、次はね岐阜じゃなくって犬山方面に走っていくということになるみたいですね。まあ、快速特急の新鵜沼駅っていうのが一般的なんで、特急の新鵜沼っていうのはちょっと珍しいかもしれません。で、そんな帰りの列車っていうのはこちらの、22時17分の列車っていう形に一応なっているわけなんですが、こちらですね、特別車両券の方を少し見ていただくと、こんな感じでここから名古屋まで、じゃあ例えば買ったとしましょう。そうするとこれかなると、これあとね22時17分と47分の岐阜行きっていうのが一応あるんですが、これ触るとこんな感じで、ここ中部国際空港から名鉄名古屋なんですが、展望席希望っていうのが一応ね用意をしてあって、でも展望席っていうのをやると、なんとこんな感じで満席となりましたってことで、やっぱりですね販売しないよっていうのになっているっていうのが、同じく折り返し、もう鵜沼行きではあるんですが売らないよっていうのが、こちらでもね分かったよっていう感じになります。
けなんで、この端っこの方から見てみると空港の車止めとパノラマスーパーっていうこんな組み合わせっていうのをしっかりと見ることができました。いやー、どっちにしても珍しいですね。いやじゃあってことで、ここまで電車の方は皆さんにご紹介をさせていただいてまいりましたので、最後にね、この特急新宇沼駅セントリアから出ていくのもまた珍しくなっていますから、出発までを見送ってお話を閉じていきたいと思います。ちょうど皆さんに見ていただいたように、まさにこの列車がその空港に来るときは、人が今から空港に行くことはないよねってことで空いていたわけなんですが、今度は空港からは到着している方がもちろんたくさんいるわけなんで、あんまりパノラマスーパーっていうのがこのように空港に適してないっていうのを最後前の方に移動しながら少し皆さんには見ていただこうかなと思います。実際にやっぱ見ていただかないとわかんない部分ありますよね。っていうのもやっぱりこんな感じで、すごい大きな荷物を持ってる方がいらっしゃるんですけど、やっぱりね、こう荷物の置き場っていうのがないんで、横並びとかで座席取っちゃうとちょっと厳しいよねっていうのとか、あとはこんな感じかな、例えば荷物とかを前側に置いちゃうと結構ね、てか置かざるを得ないんでしょうがないんですけど、なかなか厳しいねっていうのが見えたりとか、あとはね、荷物棚とかっていうのにキャリーケースを置くと、やっぱりこうデザイン性が重視されているんで、若干やっぱりね、キャリーケースが通路の方にはみ出てますから、こうすごいカーブをしたらちょっと怖いねっていうのがこれでわかると思います。でもってこっちの荷物棚は意外と周知されてないというか、使ってない感じなんですね。ここは知られてないのかなっていう感じになっていたりってことで、特別車側でもなかなかちょっとね、パノラマスーパーだと空港はちょっとねっていうか、その普段の団体だったら正直空港の方ほとんど使わないんでいいんでしょうけど、そうじゃないと厳しいっていうのはこんな感じで、やっぱり車内とかもめちゃくちゃ混雑をしていて、座席をそもそも転換をする人があんまりいないっていうのも静岡っぽい感じなのかなっていう気がしますけど、やっぱ通路とかに、荷物を置くと定員っていうのが若干少なくなっていくのかなっていうのもこういった形で見えますよね。もちろん座れさえすればめちゃくちゃ快適ではあるんですが、そうじゃないと厳しいというか、やっぱ空港の荷物かけるパノラマスーパーっていうのは厳しいよねっていうのは、こういう部分でもよくわかるのではないでしょうか。では最後、特急新宇沼駅としてセントレア中部国際空港を出発していく列車を見ていきましょう。やっぱりね、イベント列車だとさっきもお話ししましたが、ここでミュージックホンを高らかに鳴らしながら出発をしていきますが、今日はね、そのイベントじゃないっていうのと、10時ですからね、いくら空港が周りに家が何もないとはいえ、さすがに鳴らせんぞという方で、というか正直いつというかね、何時までだったらミュージックホンって皆さん聞いたことがありますかね。ちょっともうちょっとね、何時までかよくわかんないんですけど、もしその辺もし詳しい方いらっしゃったら教えていただけるとありがたいですが、 VVVF ではなくって静かに重たい音を轟かせながら中部国際空港をパノラマスーパー特急新宇沼駅無事に出発をしていきました。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はなぜか夜なのにもかかわらず満席になっているよっていう、そんな深夜の空港特急の理由と、そしてその正体がパノラマスーパーと分かってからは、パノラマスーパーが普段空港に来ない理由っていうのを実際に車内を通じて皆さんにご紹介をさせていただきました。いやーね、やっぱりこう観光と、観光っていうかその普段の利用と、やっぱり空港のそのね、移動っていうところについてはやっぱ切り離して考えなきゃいけないのかなっていうのが今回改めて分かったのではないかなというふうに思います。いやー、ただね、とはいってもなかなか乗ることができない列車になっていて、時折観光の列車で走ることはあるんですが、そうするとまたね、ニューチケットの方を取るのも大変だったりとか、めちゃめちゃ混雑をしたりといった具合にかなり大変な列車になってしまいますので、そういうところをね、いろいろとこう勘案しまくると、なかなか今回のように突発的に乗れるとラッキーだったねっていう風に考えた方がいいのかななんていう風に思うのも、今回の皆さんにご紹介したパノラマスーパーになっています。この列車は3月の8日までがまずね、今日は運転するよってことになってるみたいなんですが、名鉄のネット予約とかっていうのを見てみると、で時折突然空港なのに展望車ありっていう形で出たりもするみたいなんで、よかったらそれをチェックしてですね、空港までパノラマスーパーで移動されてみるのはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了させていただきたいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。